悔しいや、ペーパーマリオ。さあ、続きやってこう。前回はこの学者キノピオを助けたんだよね。で、なんか読めなかった文字を読めるようになったから、これあれかな、とりあえずいろんなとこ行って読めない文字読むでいいのかな。まあそれで行くか。行ってきまーす。なんだ？今もう俺カットのテンションなんだよ。マリオくん、あれを見たまえ。地面が光っているぞ。あ、待って、これなんかやってくれんのか。もしかしたら何かいいものが埋まっているかもしれない。私はこ、おお、ナイス。お前スコップ持ってたのか。このスコップで地面を掘ることができるのだ。掘りたいところにタッチ下を押してみてくれたまえ。いや、お前の意思で掘れ。なんで俺の意思でお前を掘らせなきゃいけないんだよ。はい、掘って。ほっ、金。あ、待ってよ、こうなってくると他の箇所の光ってんの何入ってるか気になんない。気になるよね。それもやっちゃおっか。ほらな、お宝を掘るやつだぞ。このように砂や土など柔らかい地面なら下で掘ることができる。光っていなくても怪しいと思うことがあればいつでも下。ごめんなさい、なんか私もうすでに喉が枯れてましてですね、なんかキノピオというよりは魔人ブーの声になってますね。チョコレートになっちゃえって。僕チョコレートになっちゃ。へい、ここ掘れワンワン。あ、基本金なの。なんだこれ、ゴールド。あ、敵を叩くとコインが出る。へえ。あ、これで 100%。 あ、待って、なんか読むとこあんじゃん。私の足元に瞳は眠る。どういうこと。瞳は眠る、ヤイダヒトミが眠ってるってこと。ヤイダヒトミ、ダリダリンが眠ってるってこと。古いね、話題が。マリオ君、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。これは私がメモしておこう。 L でいつ。うわー、ナイス。え、待って、これ足元って、こいつの足元どこ、外。これさ、左のこれさ、気になるんだけどさ。あ、待って、これ掘るのか、眠るってことは。あれ、あった。あ、来た、あ、来た、なんか出てきた。わあ、変わった石が出てきましたわ。何これ。まあ、よく何これって言うな。うむ、これは相当古いもんだな。古代の標かもしれんぞ。あ、待って、これさ、菱形の宝石、砂漠で見つけた菱形の宝石。2回言うな。2回菱形の宝石って言うな。待って、これをさ、上行ってなんかさ、当てはめるみたいなところあったよね。マンホールフックじゃん。いや、あの形的にマンホールフックに見えない、この右の形。ここマンホールフックだろ、絶対入れんの。絶対マンホールフックか。オエドランド、オエドランドのマスターキーだと思うんだけど、オエドランドのマスターキー何回見ても笑っちゃうんだけど、なんで持ってきた。オエドランド困ってるだろ絶対。で、ここでひし形の宝石入れればいいのか。これで両方に入る。わあ、ぴったりはまりました。かわいい。いや、可愛くはねえだろ。さすがにアホな JK でも言わねえぞ。何でも可愛いっていうアホな JK でもこれ見て可愛いは言わねえだろ。どこが可愛いんだ。おお、なに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 。あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。なにこれ、綺麗。まあ綺麗だね、確かにすごい光ってるもんな。左はまってんのかこれ。なんだなんだなんだ、何が始まるの。え、なに、え、おっと、謎のムービーが入ってるぞ。謎のイベントが始まってるぞ。ぐるっと一周して、右の目から謎の緑のレーザーが出てますね。レーザー光線が出てますね。これサッカーじゃ怒られますよ。サッカーじゃ禁止行為ですからね。選手の目のところに緑の光たまにあるんだよね。選手のクリスティアーノ・ロナウドとかのさ、目にさやってさ、フリーキックをちょっと蹴るの邪魔させるみたいな。でもあいつにはそういうの関係ないっていう、かっこええわ。ごめんなさい、熱くなってしまいました。サッカーの話題になるとちょっと熱くなってしまうんで。突然揺れて転んじゃった。一体何が起きたの。なんか光が当たってたな。ごめんなさい、クリスティアーノ・ロナウドの話して今ムービーでちょっと後半見てなかったわ。とりあえずこういうのを全部やっていけばいいってことだよな。おい博士、お前この火の中入ってみろよ。お、外出て上見て、このおちんぽくんが逆方向向いたもんね。あら、おちんぽさん、さっきと違う方を向いてるような。何かよっぽど見たいものがあるのかしら。あっちの方に行けってことだよね。まあ全部そこやれば終わりなのかな。なんかまだしっくりきてないんだよね。なんかこうすればいいっていうルートをしっくりきてねえからさ、やらされてる感が満載なんだよね。何にもわからないやらされてるみたいな。ドカンってぶつかったな。とりあえずここ来るか。答えもじゃあ任せたお前。はい、で先生、これが私たちの持ってる黄色の紙テープです。砂に埋まっちゃってどうにもできないの。いや、キノピオもできないでしょこの見た目じゃ。急に力ゴリゴリ出してフーンって抜いたらすごいけどさ、え、ビスケみたいになっちゃうけど。なるほど、では古代文字を調べてみるとするか。なんて書いてんの古代文字。闇の訪れとともにキノピチュ、ここに眠る。キノピチュ、何キノピチュって。砂の盛り方じゃなかったんだ。いや、そりゃそうだろ。キノピチュ、
キノピチュとは確かこの砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のはずだぞ。キノピ…あーい、これ分かる人には分かる。まあ俺の動画を見てる人はみんな頭いいと思うんで分かるよね。これ多分マチュピチュのこと言ってんな。これマチュピチュのこと言ってんな。ペルーの世界遺産マチュピチュのこと言ってるぞ絶対に。ああ、ペルーの世界遺産のマチュピチュのことねって今見てる人になってると思うわ。だよなお前ら、バカじゃねえもんな。そのキノピチュ遺跡が今ここで眠りについているということか。キノピオ博士すっごい声かれてるよ。へえ、そうなんだ。興味なさそう。全然興味ないじゃん。オリビアは死ぬほど興味ない。こんな友達にこんな反応されたのショック受けるぞ。ウキウキで俺がさ、興味ありそうな面白い話しましたって言ったら、へえそうなんだ、でも俺殴ってしまうかもしれない、手が出るかもしれないわ。ベッドも布団もないのによくこんなところで眠れますわね。じゃあそのキノピチュさんを起こしてテープを…いや違う違う、人じゃないんだ、人じゃないんだ。キノピチュさんは、キノピチュさんはね、いやキノピチャって言っちゃってんな、キノピチャって言っちゃってんな。オリビア、キノピチャじゃない、キノピチュだよ。もうなんかいろいろ間違っちゃってんの。どの道このままでは手がかりが少なすぎてどうしようもない。ここはやはり一度ホテルに戻って壁画を調べてみる。あ、そっか、ホテルにもあったのか壁画。あれ、なんか光ってます、こんなのあったかしら。あ、なんかさっきのね、レーザー光線で、あ、なんか左矢印みたいな書いてない。この模様は何でしょう、よくわかりませんわ。なんかすごい年老いた声になったな。おい、お前らに説明しとくぞ。3日ぐらい大声を出し続けたらな、声枯れる、喉枯れるぞ。一応俺が言っとくか、お前らに説明しておいてやるわ。このキノピを助けてあげたいんだけどさ、これどうすりゃいいんだろう、上にいるやつ。あ、なんかこっち行ける。あ、え、何ここ、すげえ行っちゃ危ないルート、なんか薬売ってそうなルートに来たけど、薬売買してる。あ、なるほどね、こうね。全然下手くそじゃねえか。こうで、ここか、ここでこうか、ここのちょうど切れ目かな、ここでこうかな。来たー、おう、あ、来た、あ、なるほど、なるほどね、これでキノピを助けれるってわけね。あー、いいいい、しかもアイテムもなんか落ちてない。キラキラハンマーにアイスフラワーに、ちょっとキノピを後で置いといて、ファイヤーフラワーにキラキノコ、いいね、いいアイテムばっかだな。やっほー、ありがとうございます。これでやったキノピを単に変えることができます。私単で一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんです。自慢入ったぞ、金持ち自慢、腹立つよな。金持ちのあのちょっと余裕ありますよから腹立つよな。お礼をさせていただきますので、タウンに来られた際にはぜひお立ち寄りください。キノピオすまねえな、タウンに行ってる暇なんかねえんだわ。ここが豪華な絵っぽいよな。あ、確かにここさ、なんか行けなかったところみたいなのなかったっけ。奥、あ、そうだ、これ宝箱取ろうと思っても取れなかった場所だ。こっちの方だよな、いた、こいつか、めっちゃのんきだな。あ、マリオさん、キノピオサンドリアでも、キノピサンドリアでも、どうも。キノピサンドリアって言うんだ。大金持ちのキノピオです。大金持ち、大金持ちって自分で言うんだ。うわー、嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ。あ、ごめんなさい、耳を澄ませばになっちゃいましたね。これあの時のあれです、拾わせてあげます。拾わせてあげます、どういうこと。やだな、やだな、なんか、なんかやだな、なんかやだな、拾わせてあげます。くそ、すげえんだけどね、すげえんだけど、だってさ、これもう約1万コインぐらいあるわけでしょ。でもなんか拾わせてあげます、それ拾いよって。俺もやるから拾いよ自分でみたいな、普通にくれればいいじゃんって。私で何拾わせてあげます、めっちゃやだな。このゲームなんか嫌なとこあるよ俺、たまにたまにめっちゃ嫌なとこ。うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう、そういえばさ、こっち行って言ってないよな、こっちって結局何なんだ。なんか寄り道しないで行こうみたいな感じでやってたけどさ、わあ、なんか、あ、いろいろあんだねこっちも。あ、まあまあ広いのね、塔もあるし、わあ、ここ、いや、いろいろあんじゃん。いや、うるさいな、今喋んな。ここは左砂漠です。目の前の大きな塔は砂漠全体で4つ。おお、なるほどなるほど、おちんちん塔は4つあるってことね。あれ、なんかお前ら似てない、どういうことなん、今弾ける。なんかマリオ64でも砂漠でいたよな、あんな敵。これは、あ、いた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 、これキノピオ、ドクロキノピオがいるぞ、ドクロキノピオがいんな。ありがとうございます。ドクロに俺なんてちょっとセンス悪いですよね。まあ確かにな。じゃあこいつらを引っ張ってやるか。ほらよ、キノコじゃないです、キノピオですってこと。キノピオキノコだろ。はい、お墓じゃないです、キノピオですってことでしょ。まあ今のお墓ではないだろうな、お墓だと誰も思ってねえよ。ゾンビじゃないです。お前なんか声おかしくないか。
ここ入ってみる。だったらせっかくなら。全く同じだよな。あら、ここにもまたドンポさんがいますわね。これも多分似たようなことをやるってことだよね。セーブしといて、まあ、レーザーを出すってことなのかな。左のと右もあるっぽいもんな。おーおー、なんじゃ、なんかもう魔法陣が出てるぞ。でスカスカも埋めて、なんか怪しいな。なにこれ。壺の中にお水が入ってますわね。お水かこれ。え、色的にお水じゃないだろう。これも製造工場だろう。ご飯ですよ、製造工場だぞこれ。絶対にこれご飯ですよ、作ってる家庭の絵だぞ。あら、このお水黒いですわ。黒いお水なんて不思議。いや、それを言ってるお前が一番不思議だわ。黒いものを見てまず水って思うお前が一番怖えわ。どういうことだよお前。でもなんか三角のやつあんな。ツーン。え、この黒い水、ツーンとした変な匂いがします。もう水じゃねえ。水にこだわんのオリビア。液体は全部水だ。離してやる途中に消えんな。そしてこれは、あら、これ何の魔法陣かしら。これは初めて見るかも。あー、そう、あー、火か。火だな。色的に完全に火だね。あ、火神だわ。これ火神だ。そうだ、黒子のバスケ急に出てくんだ。急に黒子のバスケ出てくる感じか。うわー、次火の神か火神なのか。いや、でも黒子のバスケだとしたらもう火神じゃなくて鏡なのかな。読み、いよいよ火神じゃなくて鏡になっちゃうのかな。黒子のバスケの鏡タイが出てくんのかな。急に著作権版権ガバガバゲームになるな。よし、戻ってきた。ね、右のとこ行く前にとりあえずストーリー進めた方がいい気がするから、ホテルの壁画まで行っちゃうか。ここか。ほら、この壁画にも古代文字が書かれているだろう。ああ、これはキーアンオリビアじゃなくてキノピオノか。この壁画にも古代文字が書かれているだろう。書かれてんね。わ、何これ。これさ、結局何か分かんないもんな。四つのマザナシ。マザナシって何。自分で突っ込んじゃったよ今。眼差し交わる時、キノピチュ眠りより目覚める。キノピチュ、古代遺跡が目覚めるってことなんだよね。本当にこれでオリビアの言ってるキノピチャ、キノピチュさんが出てきたらどうしよう。あ、どうもみたいな感じで、4年に一度来ますみたいな、こち亀みたいな感じになったらどうしよう。これ、まあでも今の俺が光レーザーを当ててくるとか、そういうのをいろいろやるってことだよね。おお、これはまさしく眠りについたキノピチュ遺跡のことだな。これ周りに4つあるのってもしかして目。なんか不気味。確かにな、不気味だな。目、これ一つ一つも取られるんじゃないか。これもペガサスの最後みたいになるんじゃないの。バクラに取られてなーみたいな。この答え持ちもメモしておこう。 L で確認できるぞ。ありがとう、ちゃんとメモってる。で次はこれ何。あ、これはあれだよね、おちんちんの音だもんね。そそり立つ大いなるおちんちん、その瞳に火を注ぎ。あ、これやったよな、これやったよな。目から何か出てますわ。この人どこかの誰かさんに似てません。いや、目から何か出てますわ。キノコから何か出てますわ。これ以上進むと良くない方向に行くんで、俺はここでストップしておきます。ストップ。この答え文字もメモしておこう。 L で確認できるぞ。いや、もうそれは分かったからさ、いちいちさ、メモしたことをアピール俺にしてくんなよ。社会科見学じゃねえんだから。で、これ、あー、これが火の神火神様ですね。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。6人の神官、そんなやついた。わー、これ鳥さん焼き鳥になっちゃいます。あー、何そのコメント。結構なんかさ、変わった視点でコメントして芸術家タイプだね。多分心理ですって言ったら芸術家タイプだと思うよオリビア。この答え、でもお前はずっとそれ言ってんな。お前メモだけして頭に入れてないタイプだろ。で、ここは何これ。神に会いたくば全ての神官に見守られ。待って、あれなんかさ、このさ、これ新刊だとしたらさ、俺なんかこれあれやんなかった前回、歌歌うシーンみたいなやつ、あそこのことなんじゃねえのか。この祈りを捧げよ。これキノピオの人間バージョンみたいな。リアルキノピオ、リアル闘神キノピアル、キノキノって気持ち悪いな。キノピオキノピオ気持ち悪いこと、キノピ悪いって言ってたな。何も面白くねえわ。祈り、漢字の祈りってやらが書いてないぞ。おう、右って何のことかしら。こっち、あ、右、あ、そっちに続いてるってこと。あー、これスイートルームかなんかなんだっけ。そうか、このドアの向こうにまだ続きがあるようだぞ。でも行けないんだよなこっち。おっと、なんだい、ちょうどいいところに。そのスイートルームにはあんたとよく似たヒゲで緑ルイージ。もうここでルイージを噛みってんな。いつもいいところでルイージがキーキャラになる、そういうことなんだよな。
ここでさ、知らねえ客でどこ行ったか分かんないなだったら多分積むのよ。折り紙キング積んでんのよ。でもここでルイージにしてる。シナリオ担当さすがだわ。あの緑、町中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。町中だね、町中にあるだね。はいはい。あ、じゃあ町行けばいいってことか。緑の人、それってもしかしたら、もしかしなくてもあの人名前出していいんだよ。ボルデモートじゃねえんだから名前出していいんだよ。あのお方みたいに名前出しちゃいけない、あのお方じゃねえんだから。とにかく街中でその緑の人とやらを探して、ここを助けて開けてもらうことだな。了解、行ってみるか。いやもういいよ、その後にそのメモの情報いらねえよ。あー、なんか気のピンいんな。あ、こっち、あっちどうやって行くんだ。あ、待って、なんだあれなんだあれジャンプの街にルイージがいる。そのなんか何やる、こっちから行ける、こっちから行けんのか。こっちの方行ってなかった。あ、開いてる開いてる開いてる何やあそこあ、こっち登れねえのか。こっちどうやって行くんだろう。ちょっと待って待って、気になる。え、待って待って、こっちの行き方まず気になってるな。待って待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ルイージあそこの行く前にこっちにどうにかして行きてえな。あ、これだ。あたた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 た、こうか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 、ちゃんとヒントはあるんだな。キノビオ、キノビオ、あれ落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた、大丈夫か。マリオさんならきっとこの木を叩いてくれると信じてました。俺の予想、このキノピオ多分ね、下に降りて走り出すから、高速ダッシュで追いかけるわ。行くぞ、追いかけろ。はいや、はいや。もうこれ何、これ何、どういうことなの。ルイージ、これ絶対ルイージだよね。そこのランプの露店はちょっと変わった商売やってるぜ。ちょっと行ってみていい。これルイージがやってる店みたいになっちゃってるけど、雇ったの、この兵法。この兵法はルイージじゃないよね。いらっしゃい、遊んでいかない。たったの100コインでゲームに勝てば1万コインやる。おお、わかりやすい騙しゲームだな。確実に俺が騙されるんだろうな。カモになってる。多分カモがネギしょってやってきてると思ってるけど、ここはあえて乗ってやろう。なぜなら2万666コインあるからな。やってやろうじゃないか。いいねいいねいいねじゃねえんだよお前、ツイッターか。ルールは簡単、俺がどんな顔してるか当てるだけだ。どんな顔してるか、その表情でどんな顔してるか。チャンスは3回、それじゃあ行くぞ。おう、あ、なに、え、いや、変わってねえよな。え、なんだ、なんだこれ。いや、もうクソゲー始まったぞ。稀に見るクソゲーが始まったぞ。怒り、お、時間制限あんのか。じゃあ変な顔かな。変な顔、変な顔。ファイナルアン、いや、身のもんだ。よく見たらゴリゴリのゴリゴリのミリオネアじゃねえかお前ゴリゴリのクイズミリオネアじゃねえかよこれパいろんなパロディ入れてくんだな。いろ面白いな、いろんなパロディ入れてくんだな。ででで、やばいやばい、ミノモンタトル、わ、リアルリアル、わ、こんな感じだよな、本当に本当にこんな感じだった、見てた時。どうするどうするどうするどうなるどうなる、はずれー。いや、そこ残念にしろよ。お前ミノモンタリスペクトで行くんだったら残念にしろよ。いや別にそこまでこだわらなくていいんだけどさ。いや当たるわけないんだよこのゲーム。ハズレだ、残念。チャンスあと2回。じゃあ、あと2回やんのこのクソゲーム。この分かりやすいクソゲームあと2回やんの。ごめんね任天堂さん、すいませんね。任天堂さんのこと批判するつもりはないんですけど、シンプルに言わせてもらいますね。このゲームに関しては本当にクソゲーだと思いますね。これ連続変な顔来ると思わないんじゃない。連続変な顔って言ってみるわ。これどうせ何やっても当たんねえんだろ。はい、ワイナランソンです。これ分かってんじゃん、当たんねえっつうのが。なんでお前ら3人真剣な表情なんだよ。騙されてるって気づけ。外れるんだろ、外れるんだろ。いや知ってんだよ。あと1回やんなきゃいけないのこれ。ごめんどくさいな。もう何でもいい、もう何でもいいわ、もういいいいいい、もう腹立つなこいつ一回後ろ向いてんじゃねえよお前。ずっと変な顔なんだよ、ずっと変な顔なんだよ。これ意外と3回目来るんじゃない。おおおおムカつく、めっちゃムカつくムカつく、こんな誰が当てれんだよこれ。このゲーム、これルイージだ。これ多分ルイージがさやってる店なのかな。お、上になんかルイージのさ、なんかさ、ランプのさ整備みたいなやつあんじゃん。これルイージクソ商売してんなあいつひどいなさてさて、3回のチャンスで当てられなかったんだわ。罰ゲームとして、罰ゲーム先に言え
罰ゲームあんなの先に言え、後から言うな。卑怯、卑怯すぎる。ずる、このゲーム。暗くて狭いところで残りの人生を過ごしてもらうよ。あーなんて残念な罰ゲームが重すぎる。重すぎる。罰ゲーム重くない？ 3 回表情当てられなかっただけで残りの人生どこかで過ごすことになるの。罰ゲーム重い。ただ実はすでにあんたと同じように負けた先客がそこに入ってるんで、特別サービスでもう一度だけチャンスはチャレンジさせてあげようか。今度は1000コイン。1000コイン先客、先客がいるってどういうこと？キノピオが入ってるって。待って、あれルイージが入ってんのかもしかして。あ、待って、これルイージが騙されて入ってるとかそういうことなのかな。同じ目に合ってるってことなのかな。やるか。うひょー、前だり。いや、儲かっちゃったな。同じくチャンスは3回。それじゃあ行くよ。3回あるんだね。いや、これなんか騙されてる気すんな。でもこれなんかさ、こうやってさ、お金で解決するんじゃなくて、もうさ、直接こいつをボコボコにすればいいんじゃないかなって思うから、うわ、なんかこれさ、騙されてるよな。ずっと俺変な顔で生き続けるわ。お前もずっと変な顔だ。はい、お前もずっと変な顔してんだ。やべやべ、もう何回見たのこのシーン。このくだり何回見たの。これもう一回3回皆さんに外れのところを見せなきゃいけないの。ああ、いや、もうでしょうね。笑いが止まんないっつってたぞ今。待って、そんな単純じゃ。映ってる。これ待って待って、これ俺騙されてんのかな。これで外れだったらもう俺直接お前を殴りに行く。顔面を握りつぶして破壊する。これどうなったの。いや嘘だろ、これ腹立つよ、これマジで間違ってたら。どうなる。え、当たんのかい。当たんのかい。当たんのかい。なんだ、何このゲーム。なあ、何このゲーム、何この時間。はぁ、なんで笑ってるのか分かったんだよ。いや、お前ウフウフウフっつってんだよ。1000コインボロ儲けでウハがしすぎて油断したぜ。はい、1万コインもらうか。だったらもうシーラね、チキショー。おい、小梅だよ。おい、小梅だよ。おい、お前1万コインは神の手置いてったぞ。1万コインの代わりに神の手置いてったぞ。あれ、1万コインは、これじゃあまるでインチキみたいですわ。いや、ほんとだよ、インチキだよ、多分シンプルに。でもあのゲームはドキドキで面白かったから、まあいいですけど。いいんかい。あとやっぱこういう近距離になった時オリビアでかっ。え、これじゃあ使っていいの、神の手。これ絶対いいんじゃん、絶対ルイージいいんじゃん。はい、押せるよ。これいつ出てくるの、いつ出てくるの、いつ出てくるの。はい、くだらね、くだらね。やっと会えたな。でも結局俺が助けたみたいになっちゃったな。兄さん、ありがとう、助かったよ。もしかしてあのゲームで勝ったの。さすが兄さん、すごいや。あ、ルイージは騙されて負けたってことだもんな。でも分かるよ、お前は純粋なんだよ、多分純粋にやってんだよ。あれ、なんかルイージ髪染めた、髪染めた。お前そんななんか明るい感じの色だったっけ、もみあげ。そう、そんなことより今度こそピーチジョンの鍵を見つけてよ。絶対に見つかってないっていうのが分かるけど、キーアイテムをくれるっていうのも分かる。何をくれるんだろう。あ、多分これ、あ、そうだろうね。いや、いい、これは素晴らしいわ。壁画の謎とご対面。いや、調子乗るなよ、説明文。説明文調子乗んね。お前はシンプルに説明を書いておけばいいんだよ。ご対面とかそういうなんか自分の感情入れんな。なんとこれ、ホテルのフロント缶持ってたんだよ。まさか砂漠のホテルにビーチ上の鍵があったなんてびっくりだよね。いや、いい、かわいい。ずっと間違えてるルイージ、やっぱかわいいな。ルイージさん、これ。あ、やっぱり違う。早いな、答えに行くのが。もう分かってたんじゃねえか、ルイージ。スイートの鍵っていうから、てっきりピーチ城の鍵かと思っちゃったよ。まあ確かにな、ピーチ城はスイートルームしかねえもんな。キノピオたちが必死で働いた金で作ったな、必死で働いてな、納めた税金で作ったピーチ城な。実はピーチ自体切られてるよ、少し。お、切り替えが早い。でも僕は見えないよ、絶対にピーチ城の鍵は見つけるんだ。ごめんなさい、この後ちょっと俺黙りますね。生声、ルイージの生声を聞くためにちょっと僕黙りますね。多分これ来るから。兄さんたちも頑張って、それじゃあまたね。レッツゴー。かっこいい。レッツゴー。かっこいい。あんなシンプルで、なんかあんなシンプルなワードでかっこいいと思わせるってすごいな。ルイージさん、どうしてあそこから出てきたのかしら。ランプの魔人。おかげでスイートルームの鍵が手に入ったぞ。私たちの願いを叶えてくれたな。ありがとう、ルイージ。さすがルイージ。
ルイージ、ルイージ、一緒に行こうぜ。いいよいい。いらっしゃい。1ゲーム1万コインでじゃんけんしよう。つまんない。これでスイートルームの鍵持ってるから使うか。これでガチャリと開けて続きが見れるってことなのかな。おーおーおー、なんかこの頭身キモくない？やっぱなんかキノピオがリアルな、なんかな、6頭身7頭身くらいあるとちょっと気持ち悪く見えんな。キノピ悪いな。これが壁の絵の続き、先生お願いします。読んでくれ先生。よし、どれどれ、なんて書いてあるんだろう。ははー、なるほどなるほど、やはりこれが祈りを捧げる呪文のようだ。そして上に描かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだぞ。体の動きをしなきゃいけないってこと？さらにこの祈りは美しい声としなやかな体で行うべしとある。美しい声としなやかな体、美しい声としなやかな体、誰のこと言ってんの。私たちの中で美しい声しなやかな体といえば、オリビア君、君がこの呪文と動きをマスターするんだ。おー、オリビアなんだ。美しい声だって、ヒューヒュー、いい声だもんな。おい、オリビア。てれてれー、てれ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 ー、かわいいな。私、そんな、美しい声、だなんて。すげえてれてるよ、マリオ。微笑ましく見てやれ。何あいつてれてんのみたいな冷めた感じで見るな。体だってそんなしなしなだな。何やってんだ一人で。でもお祈りしないと紙テープが。やります。やるんだね。うん、分かってたけど、なんかもじもじくんしてたけど分かってたよ、やるって。よし、それではレッスン開始だ。レッスン、先生は誰がなるの。どういうこと？暗くなんだ。暗い中のレッスン。神、おね、ちか、ちか、ら。バイオハザードみたいな。かゆうまみたいになっちゃってるけど、ごめんなさい。バイオハザードあんま知らねえのに言っちゃった。もっと、もっと心を込めて言葉の意味を表現するんだ。お前が先生なんかよ。何の音？何の音？何の音？そうだ、いいぞ。よし、そこで左に回って。違う！そっちは右だ。何の音なのこれ？もう何二人で使われてんの？何したんだ？何したんだ二人で？あ、あ、先生どうでしょう。ちょっといい、いい、なんかなんか卑猥な感じに見えるから、いい、いい、任天堂、任天堂のせいでずっと卑猥な感じに見えてるから。はあ、オリビア君、いいぞ。いや気持ち悪いな。立ち直りが早い。バッチリ仕上がったな。あとは本番で全てを出すんだ。え、これさ、あのお歌のところに行くってことだよね。多分もう一回歌のところ見たけど。わかりました、私精一杯頑張ります。偉いな。よいしょ。あ、なんかこれ真ん中ドア、なんか隠しドアありそうだったよね。お、宝箱。これは何を手に入れる。おっとっとっと、砂漠のとお宝フィギュア、なんか危ないおもちゃみたいな。止めよう、これ以上誰かを止めろ。視聴者の皆、俺を止めろ。今すぐ止めろ。今すぐ俺の家に来てピンポン鳴らして止めろ。木をやりすぎだぞって。そうしたら止まるかもしれない。ねえ、俺思うんだけどさ、こういうスリートルームのこのベッド上のなんかさ、なんかなんかこのもうめちゃめちゃ短いカーテンみたいな、めちゃめちゃ短いカーテンみたいなやつ上にかかって、これ寝れる？こんな感じで寝れるって思うんだけど、集中できなくない？こんなベッド、なんか普通のベッドの方が寝れる気がするんだけど。待って待って、学者キノピオとマリオが二人で寝るのか。どっちが腕枕したりするんだ。どっちから肌触れ合って、あみたい。ちなみにここの古代文字気になるな。マリオくんもこの絵の鍵を持っていたのか。私と相部屋だな。おかしいだろ。おかしいと思わねえのか、なんか。このキノピオなんでおかしいと思わねえ。おい、ちょっとマリオのこと好きになってんだよ。これなんて書いてんの。キノピオサンドル焼き3章、キノピオ王朝黄金。あ、でもこういうのこだわってんね。富を民に分け、分け与え、この地を治める。あー、こういうストーリーみたいなのが続いてるってことなんだ。しかも富を民に分け与えてすごいいいな。これは4章、偉大なるキノピオ、キノピチュ、キノピオっていうのがいるんだね。キノピオよ、永遠なれ、キノピチュに眠る。1章と2章読んでねえけど、なんとなく結末分かったからもういいや。待て、今皆さん気づかなかったと思うけど、私気づいたぞ。これキノピオいたな、今ここ下に。そしてキノピオいんな、下に。やはり答えに上から押さえるなんてひどい。
この下に富あり。おっと、掘ったらいいってこと？出てきた。そういうことだったんだ。そんなところにお宝があったのか。お宝欲しかった。別にいいよ、1000コインぐらいだったらあげる。ほら拾えよ、俺も富の遊びするから。ほら拾えよ。うんちょこぴーちょこぴー、うんちょこちょこぴー、うんちょこぴーぴー、うんちょこちょこちょこぴーぴー、うんちょこぴー、うんちょこぴー、うんちょこ、うんちょこ、うんちょこ。ここだよな、絶対。これ6人の新刊ってことでいいのかな。わかったー、壁画の呪文がある。いきますね。さあ、これね、もういい、いい、ついていけない、ついていけないって。もう呪文じゃないじゃん。ね、これ練習してたの。いや、ゴリゴリのアイドルソングじゃねえか。炎上しちゃうわ、今っぽい歌詞にすんな。たまー聞いてる気持ち届いて、あなたのそばへ行きたいの。無理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 、もうついていけない、ついていけない。なんでまさかのアイドルソングなの？ねえ、壁画の呪文がなんでアイドルソングなの？そしてなんかがっつり出てきてよ。結構近距離に出てくんだね。近距離に出てきて、うわーお、気持ち悪い。すっごい気持ち悪い入り口。アラジン？アラジンのなんか魔法の洞窟みたいな感じに出てきてるけど。これは、神に会う儀式が成功したということか。こん中にあれば、神に会えるのかもしれんぞ。ひがみ、鏡に会えるのか？いやーん、おっきな口開けちゃって。いや、別にいやーんってほどでもないだろ。何想像し、オリビアもいよいよ変なこと想像し始めてるぞ。何を想像してんだ、オリビア。私の歌と踊りがそんなに良かったのかしら。照れる。いや、きつかったきつかった。ゴリッゴリのアイドルソング歌われたもん。もう聞けないの？もう聞けないんだよ。そうなると寂しいね。そうなると寂しいね。なんかもう、なんか俺もなんか照れちゃって、なんかあんま歌えなかったもん。あー、みたいな、みたいな、なんかちょっとさ、むなんか結局恥ずかしがってる方が見てる方も恥ずかしいみたいな感じになっちゃったもん。いただきます、いただきますよね。いや、行ってきます。なんだいただきますって。さあ、これが火の神殿になるわけか。おお、熱そうだな。めちゃめちゃに熱そうだな。わー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 みたいな。クロちゃんだな。鳥さんの口の中はなぜか火が燃えてます。ファイヤーです。あ、なんじゃい。マリオさん、私火でひらめいちゃった。お、何をひらめいたんだろう。あの壁画の歌と踊りって確か神に会うためでしたわね。おう、そうだったよね。うわ、なんか熱そうだな。こんなにもうちょっと奥で喋らない？こんな熱いところで喋る必要ある？ってことは火を司る神様、つまり、うん、ここには火神様がいるのかも。いや、そうでしょう。それ以外何があるっていうの、逆に。オリビア、別に冷たくしてるわけじゃなくてね、普通に考えて誰もが分かってる流れで。それ、第2、どういうこと？今なんでそれ言った？誰もが分かってるよ、それ。知ってた？うん、知ってた。うんうん、知ってたの？何そのオチ。恥ずかしくて胸の中に入ってったってこと？ちょっと今オリビアに冷たくしすぎたかな。ごめんオリビア、そういうつもりなかったんだ。ただちょっとなんか頭こしる。あてー、落ちるんかい。ここ落ちんのかい。お、何やってんだ。お前も今一緒に落ちに行こうとしてなかったか。マリオさんが20くらいなら私もくらいますみたいな。うむ、木の神と古代人は特に関連性はなさそうだな。あ、古代人関係ねえのか、昨日は。それでも私はマリオ君と一緒にここを探索すべきなのだろう。当たり前だろ。何言ってんの。当たり前だろ。胸に自分の目的以外は行かないみたいな。俺には関係ないんでね、みたいな。カッコつけんなよ、お前。私が火傷負ったりしてマリオ君の足を引っ張るのも不本意で。いや、不本意じゃないね。ここ行ったら火傷してしまうのかっていう時に先に行ってくれればいい話だから。後から来て火傷を負うならちょっと邪魔かもしれないけど、先に火傷負ってくれる分には邪魔じゃないな。あら先生、お疲れみたい。ここは多分マリオさんが何とかしてくれるから、そこでゆっくりしててください。お前来ねえのかよ。お前なんか神殿になったの、これって。お前ボム兵と一緒だよ。あいつはもういないんだ。何ここ、何ここ。なんかこれアクション入ってくる感じか。言っていいの。うわ、なんかもう火があるよ。え、なんだ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 。なんで光ってんの、なんで光ってんの。
あ、これ覚えるのこれ。これ覚えるってこと？これ覚えるってこと？ね、これ覚えるの？はい。はい、ちょっと待って。はい。はい、これ合ってる？この順番に行かなきゃいけないのかな？いやー、でも簡単ね。割と簡単だな。割と簡単だったぞ。今光、あーなんで簡単だったのにその後に落ちるかね。なんかこれ光ってるところだったらどこでも大丈夫だったのかな。一応なんか順番通り行っちゃったけど、これあれだな、子供だったら多分できなかっただろうな。俺が IQ300 あるからよかったけど。でこれ入ってで上行ってアクション系が多いんだろう。パタパタがいるのか。よちょっと踏みてえなこいつ。よ組めねえのかな。おい普通にぶつけられた。ダンドダインバンドンドンバンドンドンジョンバンドンジョンバンドンジャンダンダンドゥ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 。これやっぱ神殿は同じなんだね。踏めちゃってこれは次のエリアに行く。こう踊り場みたいな感じなのかな。うおー暑そう。これなんか来そうじゃない。これなんか来そうじゃない。来るに決まってんだけど、なんか来そうじゃない。この奥のさ、何やってんの。兵法軍団何してんの。あ、扉閉まって、前も後ろも閉まっちゃって。あ、俺もそこ行っていい。俺もそこ行きたい。なになにこれ、ね、何を入れてんのこれ。何順番でご飯ですよもらってんの。おっとオイルですね。あ、何のそういうシステムですね。じゃあ私ももらっていいですか。私ももらっていいですかで、ね、私ももらいたいんですけど、なんで私ダメなんですか。なんで私はダメなんですか。おかしくないですか。欲しいんですけど。なになになに、あっちゃあっちゃあっちゃ、あいつ何、どういう突進の仕方してきてんの。これ逃げるの俺。あ、これ撃てんのか撃てんのか。これうわーめっちゃ突進してくんじゃん。待って待って、無理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 。あっつあっつ、死んじゃう死んじゃう死んじゃうって、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、俺死んじゃうよ。これ撃てばいいのか。後ろ向いてる時に撃って、後ろ向いてる時に撃つ。あっつあっつ、待ってこれ死ぬ、マジで死ぬマジで死ぬ。危ない危ない危ない。ハートくれないの。ハートくれハートくれ。ちょっと待って、ハートくれないのか。やばい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 。キノコキノコ、なんでこんな、なんでこんなわけわかんないところで俺死にかけてんの。キノコ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 、危ねえ、初めてキノコ使った。あっつ、え、燃やされた燃やされたぞ。キノコ燃やされた、キノコ燃やされたぞ。ハートあんじゃんハートあんじゃん、ハートキノコ燃やされた。俺キノコ燃やされた。ちょっと待って、突進してくんのやめろ、突進してくんのマジでやめろ。あと一人あと一人、来る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 、なんでこいつ早いんだよ。おかしいだろこのゲーム、このゲームおかしいだろ絶対。あいつ6つ、これめっちゃむずかったぞ。あ、ハートくれた。なんか謎にハートくれたんだけど、いやそれでも足りねえんだよまだ。え、なに、初めて死にかけた、初めて本当に死にかけたわ。危ない。え、ここはハート使えるよな。待って、ここはなんかあれ無駄に、いや1個キノコ無駄にしてない。使えた。あぶね、なんだあいつら、セーブ欲しいな。うわ、また暑そうなところ来たよ。あの兵法やめて、あの兵法ゲームもうやめて。俺待って、世界一苦手だから。うわわ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 わ、嫌な予感は的中すんな、嫌な予感は的中すんな。あれジャンプでかわせってこと、あれジャンプでかわせってこと。うわわ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 、はい、ギリギリ、めちゃめちゃ握る。うわわわわわわわ、これどのタイミングで何が出てくるか分かんない。え、これ火は、あ、こっち埋める。え、何、あ、なんか来そう。え、来る。え、え、どうなってんのこれ。これいける、これいける。穴埋め、穴埋めていいの。あ、悪くないね。え、待って、あれ何、あれどうやって飛んだ。あ、なんかこっちからじゃなくてあっちから来る感じ。いや、2コインは別にいいか、でも取っとこう。これもう焦るよ。え、来る、危ないわよ。火が消えたら行こう、火が消えたら行こう。いける、今いける今いける今いける。危ないね危ないね。うわわわわわわわ、これどっから火来る。うーわ、危ねー、これこっち行ける。うわわわわわわ、うわーわー、これ危ない、これあっち、あ、なんかこれ開けあるな。あ、いた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 、こっち来んの、その日こっち来る、その日こっち来る。うわ、危ねー、なんかベンチある。なにこのベンチ、休める。ベンチまで熱いです。燃えてんの。いや今燃えてただろ、重っくそ燃えてただろ今。いや、俺すごい丸焦げにされてたぞ今一瞬。ベンチまで熱いですわ。まあ逆に元気出ますけど。嘘つくな、強がるな、サウナ以上の熱さだぞ。あ、ここいいね。だったらここなんか食らいまくっても何回もここに戻ってこよう。はい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 。で一回ちょっと待ってね、手前手前だな、ここなんか。うわー、もったいな、これどこに戻される。ここあるだろ、あるね。はい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 。で早めにかわしたい、
キラキラアイアンブーツからの左ジャンプからのベンチに休みに行っていいと思いつつもあっち取りに行きたいな。なんかこれなんか来る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 か、これはうわうわうわ、あーもう何、いや火出さないんかよお前は。ノーダメで行くよ、こっからノーダメだよ。一回ここかわそうか。いやこれ出てこないんだった。だったらこっち左ジャンプ、あっつ待て、これ埋めた後一回戻ろう。もうとにかく俺全開で行きたいタイプの人間だから。準備万端、準備万端、準備万端だよ。これは左に一回ジャンプする、で次右にジャンプして出して、キロコいいね、キラキラ、なんか火出てきた、火出てきた、火出てきた、かわせる、あぶねぶねぶね、何を言うことは、危ない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 、はいジャンプジャンプ、あっつ、何最後の火だけずらしてんのタイミング。で梅ティーノ、梅ティーノ、シティーノ、うわぁハート、まあでも1回分食らうぐらいだったらまだ大丈夫かな。ハートはないんだね。髪っぺらが減ってきたな。アクションが難しいって楽しいな。セーブポイントはデカし、セーブポイント板デカしだな。ちょっとごめんなさい、全然合ってなかったね場所が。あー打っといて埋めて、ハートねえかな。あキノコいい、キノコいい、でハートキノコ回復、回復じゃないね、セーブ。さあセーブ、これはボス前セーブ、あまやめ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 、死ぬって死ぬ死ぬ、なんか量増えてない、死ぬ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 、俺このゲーム世界一苦手なんだって。デスゲームやめて、デスゲームやめて、マジでマジでデスゲームやめて、はいはいはい、うわっ、はっ、はい、うわっ、これ無理、これ無理、でも確実に1体ずつ、確実に1体ずつ殴っていこう、確実に1体ずつ殴っていこう、もう食らってもいい食らってもいい、これ無敵時間の間に確実に1体ずつ殴っていこう、殴っていこう殴っていこう、あでもハート出た、あなんだなんだ、イベントか、イベントか、何何何何、ハートが2個あるぞ。逃げんのかお前ら、帰んのか、どういうこと、どういうこと、何何その動き、えどういうこと、よくわかんない、よくわかんない、えよくわかんない、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 めんどくさくなったの、全部めんどくさくなったの、任天堂、任天堂最後もうまとめてたんだけどめんどくさくなったので、ハート出てくる、あなんかさっきより簡単、えなんかさっきより簡単だな、さっきの方がゲロ難かったけどな、これ俺ちなみになんで入れさせてもらえないんですかね、なんかしゃがんでも入れないみたいな感じですけど、さあこれでなんかそろそろボス、あっと髪っぺらマックス、そろそろボス来そうじゃ、待って、うわまだ続く、手前もなんかルートなかった、今こっち側、あごめん何もねえわ。さてここか、うわ火も出てるし、火に気をつけながら、ファイヤーブロスもいるからあいつのことも注意しなきゃいけないわけか。まずは埋めるかい、まず埋める穴を、はい、一回投げてくる投げてくる投げてくる、埋めよう埋めよう、ここは入れまくって埋めよう、結構消費すんな、あこれでも 100% か、オッケーオッケーオッケー、うわー、これ上も危ねえ、上も投げてくんのか、待て待て、あいつのルートはどうやって行くんだ、待てとりあえず奥行っちゃう、奥行っちゃう、これスース、あー待て左のこっち側、あーなるほどこれが繋がってんのかな、もう焦り倒せて喋る余裕がない、これ宝箱いんのか、おい、これは何が入ってんだ、ファイヤーフラワーがすっげえ普通のやつ出てきたな、昨日でももうナンバー271なんだね、結構進んできてんのかな、ナンバー何本まであるか、いやこれ絶対なんか起きるよ、これでも床が崩れる、確実に床が崩れるよ、わかる、でかつ火も来るって考えよう、全部のパターン考えよう、床が崩れる可能性あり、横から火来る可能性あり、なんだったら奥のなんかあの火の神、火神様をイメージしてるやつが落ちてくる可能性もある、全部の可能性を考えていきます、全部の可能性を、なんか来いなんか来い、なんもないってあんの、あやっぱりなやっぱりなやっぱりな、全部俺の、あっ予想は合ってる予想は合ってる、火もーん、え全ての準備をしていたはずだったのに、俺のコントローラーの手がなんか合わなかった、これ多分キャプチャーボードで遅延があるせいですね、俺は間違ってない、ジャンプしてジャンプして、ここもジャンプしてジャンプして、悪くない悪くない、じゃあ最後は一応ジャンプしとくか、オッケー、さあこれで完了で、まだ続くのか、あった BGM が途切れてる時、それはボス前ってことだぜ